生が始まる。2021年放送予定のオリジナルアニメ四季桜、その制作風景を裏側まで見せていくのがこの番組。名古屋アニメプロジェクト、アニメのお仕事紹介シリーズ、今回は静音のお仕事について迫ってみたいと思います。四季桜の静音担当は東海サウンドの澤田さん。録音や録音調整、ミキサーとも呼ばれるこの仕事、一体どんなことをするのでしょうか。まずアフレコの録音と、最後の音の調整を行ってます。アフレコで収録した、セリフと、音楽効果音を、適切な音量や音質に調整するっていうことをやってます。アフレコでは声優さんが演技した音声をそのまま収録してるわけではないのですね。通常のいわゆるナレーションの収録とかであれば、音量なのか声量がある程度、一定なので収録はまあ比較的容易なんですけど、アフレコの場合はまあ演技、当然ささやき声もあれば大声を張り上げるっていうシーンもあるので、まあ、そこに合わせて音量を調整していくと。最終的な仕上げのことを見越して、小さい声、まあ、これは例えばテレビでは聞こえないなっていうような、声量の演技であれば、ある程度こちらで、まあ、音量調整した上で収録するとか、大きすぎる声は、当然、まあ、歪んでしまうこともあるので、そこを見越して調整しながら録音してます、まあ、台本にらめっこしながら。澤田さんの役目のエンジニアの人はマイク3本の音量調整はするんですけど、役者は常に変わってるので、本当に台本で見ながらここのセリフがでかいとか、そういうの全部リアルタイムで調整しなきゃいけないんで、結構大変な。澤田さんにはアフレコの他にも重要な役割があります。それはダビングの時の、まあ、音の調整の時に気をつけていることというか、役割としては、まあ、音質や音量の調整なんですけど、音質や音量、まあ、特に音量に関しては演出に関わる部分なので、当然物語の中の起承転結や山谷っていうのを、まあ、音で表現するために、そうですね、適切に今聞かせたい音は 何なのかっていうのを見極めて、調整してます。桜の第1弾トレーラーを使って実践してもらいました。俺はヒーローになるんだ。で、例えばこのセリフが入るところでちょっとだけ音楽のボリュームを落とさないと当然セリフが聞こえないんで下げるんですけど、その下げ具合を例えばもっと極端に下げるっていうやり方もあって、例えばそういうののどっちがかっこいいかとか。俺はヒーローになるんだ。映画の予告編とかは結構こうガンと落としたりする、こういうのが好みの方もいれば、僕の場合はもうちょっと スムーズに落とす方が好きで。俺はヒーローになる。下がったって、音量が下がったって感じさせないようにボリューム変化させる方が好きだけど、人によってはこう急激な音量の変化がかっこいいって思う人もいたりとか。音楽の音量を全く調整しないと、ちょっと聞きづらいとか、あとは最後のやっぱパンチの音が聞こえづらくなるとかっていうのはありますね。なるほど。